こんにちは、ゆうかりチャンネルです。今日はですね、私の編み散らかしを紹介していきたいと思います。でですね、なんか動画のものをいろいろ編んでいたり試作したりしている合間に編んでいるので、なかなかね、その編みたいものが進まないということで、ちょっと紹介だけしていこうかな。こちらがワンダーコットンで編んでいる、これはね、ニコ編みさんの動画を参考にして編んでいます。編み図をね、参考にして、こういった三角のショールなんですけど、これがまたね、糸がね、とても細くて、これ3号針で編んでるんですけど、全然進まない。仕事の合間とかね、休憩中とかに持ってったりしてるんですが、ちょっとこっから白からグレーに色が変わっていってます。まあちょっと春っぽい糸なので、春までに完成できればいいかなと思っています。ここで止めています。これが、三角ショールですね。沢屋さんの公式 YouTube で編んでいる靴下です。こちらの品番が見えるかな、これがね、色番 D-63-02 というフリーソックという毛糸です。それでこれはね、この履き口の方からぐーっと編んで、今かかとね、よく分かんなかったですけど編めました。昔編んだ一足からもう2年ぐらい経ってるので、もう全然忘れてますね。そしてこの甲の部分ですね、つま先から約5センチ手前まで編むということで、私の足は大きいので、まだまだこの倍ぐらいは編んでいきたいと思います。で、動画が途中でなんかよくわからなくなってしまって、編み図をもらってきました。多分毛糸を買うと1枚もらって得るという、こちらの編み図もちょっと見ながらね、棒針の編み図はちょっと私は読めないんですけど、少し調べながらこの続きを編んでいきたいと思います。こちらもね、インスタグラムとかに上げてるんですが、このね、進捗状況みたいなのを上げています。インスタグラムは概要欄の方に載ってますので、ぜひ気になった方はフォローの方よろしくお願いします。で、これまだ片方なんですけど、続けてもう一個編まなきゃいけないですよね。ってことはこれも編み散らかしということで、でね、これ以前紹介したここに、これダルマピンっていうのかな、に小鳥のチャームをつけて段数マーカーにしています。かわいいですよね。じゃん、じじじじじじゃん、これがあったかルームシューズを編もうと思って、これはね、本を見て編んでいるので、本はこの本です。簡単手編みの時間、本体価格が900円の本です。ルームシューズ、なんか変わった感じだったので、ちょっと編んでみたいなと。これもね、また違う編み方で試作して編んでみたいなと思っています。なんか変わった編み地、かわいいでしょ。これはなんかね、雪の結晶みたいになってます。これもね、結構時間がかかるので、これも編み散らかしですよね。いつに出来上がるのかなって感じです。そしてまだあるんですよ、じゃーん、こちらのグラニースクエアをどん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 大きくした、本当はこたつカバーにしようと思ったんですよね。去年から編んでいます。ですが、ちょっとこたつカバーを今年新調してグレーになってしまったので、このピンクが合わないので、ベッドカバーか、それこそ膝掛けでパソコン作業してる時とかのね、膝に掛けれるように作りたいなと思って編んでいます。まだね、全然長さ足りないです。毛糸も結構使いました。この辺はピンクとかベージュ白の辺はダイソーさんのアクリル毛糸を使って編んでいます。そしたら同じ糸がなくなってしまったので、ここからはミックスケークという糸のピンク、これもダイソーさんですね。カラーナンバーが43のピンク、こちらがジャンコードになってます。この糸がね、この最終段のこの辺に来ています。これね、グラム数が
80g あるので結構ね、もう外周編んでると結構すぐ一玉がなくなっちゃうんですが、少し大きさをこれでねつないでいきたいと思っています。これすごい可愛い糸ですね。こんなグラデーションになっていて、でピンクとか白とかこの糸を間に挟みながら、まあある糸を全部使い切りで終わりたいと思ってます。めちゃくちゃ大きい。何に使うのとか言われながら、本当はこたつカバーで、昔編んだやつはねちょっと緩く編んでいたし、このグラニースクエアをつないで編んだので、つないで編むと糸処理がまず大変なのと、嫌になってほどき時に全部ほどいても糸がバラバラなので、これだったらもうねやっぱりやめたってなってもただほどくだけなので簡単にほどけます。まあでもほどく予定はありません、去年からやってるのでかなり頑張って編みました。これもね合間合間なんか映画見ながらとかでも編めるので気ままに編んでいます。これも1年越しぐらいですね。本当にねもう何が完成できるのかって感じですよね。でも本当ねグラデーションがとても可愛く編めてるので、布団カバーか膝掛けに、まあ、今年は完成できるように編んでいきたいと思っています。そして最近買った本です。こちらなんか挑戦したい編み方の一つでもあるんですが、今靴下を棒針で編んでるんですけど、なんか最終的にはこういう編み込み模様をやってみたいんですよね。私なんかすごい可愛い、なんか中にねちょっとあんまり見せれないですが、こちらのねこのクマのミトン、白クマのミトンっていうのが載ってるんですけど、これがすごく可愛くて、この親指は爪の形に刺繍されてるんです。ちょんちょんちょん、こういう編み込み模様をねなんか勉強したいなと思っています。靴下もねフリーソックいっぱい買ってあるんですけど、一足編むのに何日かかるんだろうってぐらいで、もう死ぬまで靴下編めるんじゃないかってぐらい毛糸があります。はい、頑張ってねいろいろ編んでいきたいと思います。はい、今日は私の編み散らかしのご紹介でした。まあ何の参考にもならない動画です。最後まで見ていただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイチャー。皆さんも編み散らかしとかってあるんですかね。コメントお待ちしてます。ゆかりチャンネルでした。バイチャー。